Stop it. Get some help. おい、今非常って言ったな。おいらは、お、非常に可愛い子？おう。原神一周年おめでとう。はい、みなさんこんにちは。パイモン役の小川葵です。よろしくお願いします。はい、いや、もう一周年経ったのかっていう嬉しさと、でもゲームのこの内容とかですね、たくさんこう今まで収録させていただいた分を思い出しますと、まだ一周年なのかっていう、なんかそれぐらいこう濃密な時間をあのパイモンと共にゲーム内で過ごさせていただいたなっていう印象がありまして、でさらにでもすごくなんだろう、別の現場に行ったりしていても原神やってますよっておっしゃっていただいたりとか、あのいろんなファンの方たちとかにもパイモン大好きですって言っていただいたりして、すごくこうみんなに愛されるゲームになっているんだなという思いがこうたくさんこう日々の生活の中で感じられて、すごく私自身も嬉しいですし、もっともっとこう原神を愛していただけるように頑張ろうって思う日々を過ごしておりました。はい、本当におめでとうございます。はい、いやでも本当にお前喋りすぎなんじゃないかって言われるかもしれないんですけど、いや本当にそれぐらいあのパイモンとしてたくさんこう旅人と共にユーザーの皆さんと共にこう旅をしてきて、本当にいろんなキャラクターと出会ったり、こうね、旅人もそうですけど、旅人とね、あの妹ちゃんお兄ちゃんの関係性とかストーリーを見ていくうちに、こうすごく切ないとね、ここでこうなっちゃうろとか、いろいろパイモンとしてこう一喜一憂したりしながら一緒に過ごしてきて、旅人へのなんだろうな、その相棒、旅人との相棒としてのこのパイモンの絆とかがすごいこうだんだん深まっていってるなっていうのもすごいストーリーの中で感じられたりしましたし、パイモンとしてもこうなんか最初はなんて言うんでしょうね、なんだろう、もっと可愛らしくやっていこうって思ってたんですけど、だんだんこう遠慮がなくなってくる感じがだんだんこう随所に出てきたりして、で私ももっとやっちゃっていっかって思ったりとかしたりして、すごい遊ばせていただいて、本当になんかこのまま遠慮なしに演じていっていいのだろうかってふと我に返る時もあるんですけど、でもなんかそれをすべてこうね、他のキャラクターたち、あのキャストの皆さんが受け止めてくださってですね、本当にのびのびと楽しくやらせていただいたりっていう部分もありつつ、こうストーリーも本当に一瞬一瞬見逃せないというか、あ、次台本を読ませていただきながら、あ、次こんな展開になるんだとか、え、このキャラクターってこういうことしてたんとか、こことつながりあったのとか、新しい発見とかもあったりして、本当になんか予測ができないというか、そういうところがまた、なんだろう、ユーザーさんたちを飽きさせない原神の凄さであったり、こう、なんだろう、慣れないんですよね。なんかこのグラフィックもそうですけど、音楽とか、そういうものに関しても、新しい発見が毎回新しいこうステージに進むたびにあって、本当になんかずっとこの世界に浸っていたいなって思うぐらい素敵な世界観で、もうとにかく楽しい、とにかくもう先が気になる、毎回先が気になる、この台本の次どうなるんですかってなんかいつもなんか聞いちゃいたいぐらい、本当にもうそれぐらい楽しい内容になっているなと思います。まとまってますでしょうか。ちょっとすいません。はい。はい。とにかく楽しいです。はい。うわー。そうですね。どうなっていくんですかね、この先。いや、本当に、さっきも言っちゃったんですけど、毎回、こうなるのか
ていう発見ばっかりなので、ちょっとそこはもう身を委ねようかなって思っております。なんかもうなんでそうですね、どんな展開になったら面白いか、うん、なんかパイモンっぽいやつが新たに出てきたりしてもまた面白いなって思ったり。じゃあそしたらどうなるんですかね。いやだな、パイモンは排除されたくないですけど、これからも一緒に旅人と一緒に旅をしていきたいですけど、そういうなんだろう、影の世界みたいなところに入っていって、見た目はめちゃくちゃパイモンっぽいけど中身が全然違うみたいな。でそれは他にもこうそういうキャラクターたちがいっぱいいてとか、そういうのも楽しいなって思ったりします。どっちが本物かみたいな戦いとかしたりしたら面白いなって思います。でもやっぱりもう稲妻の世界がね出てきましたんで、やっぱその稲妻に出てくるキャラクターさんたちとかはすごい今注目しているところですけど、迷うな。でも私やっぱ三五宮ここみさんはすごくビジュアルも好きでして、だからなんか今後もそういうここみさんのいろんなシーンが見れると嬉しいなって思ったりしつつ、やっぱ雷電将軍ですかね。なんか名前を口にするだけでちょっと息がってなってきちゃうんですけど、雷電将軍とはね、なんかね、ちょっとどこまで喋っていいんですかね。なんかいろいろこうその先のね、ステージとかでもいろいろ出てきてくれると嬉しいなぁと思いつつ、ちょっとドキドキしちゃうなって思いつつ、そんな感じでございます。はい、すいません、息がはい、そんな感じです。はい、そうですね、まあ、でもさっきも言ったように影のキャラたちが出てきたり、あとはなんか人の形をしてないキャラクターっていうんですか、そういうキャラクターがいっぱい出てくる世界とかに今後行けたらいいなって個人的にちょっと思ったりするので、なんかそうですね、今までこうたぬきさんみたいなビジュアルもいらっしゃったので、でもわーっちょむずそうですね、なんかなんかパイモンがいっぱい出てくる世界っていうのはどうでしょう。いろんなパイモンがもうマジ村中パイモンもう至るところにパイモンで、なんだろうな、旅人さんっぽいパイモン、雷電さんっぽいパイモン、パイモンだらけの世界なんてどうでしょう。でも今言ってて思ったんですけど、これもし実現してしまったら収録めちゃくちゃ大変だな。めちゃくちゃ大変ですね。パイモン、我こそはパイモン、いっぱいパイモン出てきたらそのうちの一人やりたいぞっていう方いらっしゃいましたら、ぜひこちらまでご連絡ください。お願いいたします。はい、その際私もしっかりパイモンはこういう感じでっていうのをしっかりレクチャーさせていただきながら、ちょっとしっかりディレクションもさせていただきながら、はい、やりたいなと思っております。すいません、生意気言ってすいません。あくまで夢でございます。はい。やっぱりパイモンがこう、可愛い、こう可愛いキャラクターじゃないですか。こうなんだろう、生意気言ってもちょっと許してもらえるというか、そういうちょっと。賑やかなキャラクターなので、全く真逆のなんて言うんでしょう、厳かな、もしくはなんだろう、花とか
ってみたいですね、なんか花ちょっと何言ってるんだろう、あのね、厳かな雰囲気のキャラクターをぜひ、うわ、ぜひというか、もしパイモン以外をやらせていただけるんだったらチャレンジしてみたいなって思います。なんか全然もう冗談も通じない、なんか夜食じゃないじゃんとかじゃなくて、もうスパッみたいなもうなんか我になんかそんな変なことを言ったものは全てみたいなキャラクターをカチカチなキャラクターをやってみたいですね。はい、できるかな、はい、そうですよね、思いっきりアイレン将軍になっちゃってる。そうですね、最近こう釣りができるようになったりして、そこもまた、いや面白いですよね、釣りもね、いいなと思うんですけど、で釣りができるし、でももう先に泳ぎもできるし、空も飛べるしってなったら、やっぱり穴を掘るってまだないですよね。穴掘ってみませんか、なんか穴掘って温泉作るとかどうですか。あ、いいですね、あのあれダウンジングっていうんですか、あれやって温泉のあの脈を探して、あのみんなで一生懸命掘って原始温泉作るっていうのをどうでしょう。あと私あれですね、乗り物に乗りたい、車とかバイクとか自転車とか、なんかそういうのを乗り回したい、レースとかやりたい。それぜひあのパイモンも、あのパイモンにもぜひあのなんかちっちゃいバイクみたいな乗せていただいて、あの飛んでるけどバイク乗れるみたいなのとかあるといいなって思います。レースしましょう、みんなで。はい、旅人の皆さん、原神を愛してくださっているユーザーの皆さん、本当にあの1周年まずおめでとうございます、改めまして。でこの1周年が迎えられたのもですね、あの原神を愛してくださっている皆さんのおかげでございます。あの本当に何だろうな、皆さんから愛をたくさんいただいているなと思いますし、本当にあのパイモン好きですって言っていただく機会もたくさんありまして、本当に嬉しいなって思うことばかりなんですけども、あのこれからもね、まだまだ原神は進化をし続けてですね、あのあこういう展開になるんだとか、次こういうステージになるんだとか、こういう機能あったらいいなとか、そういうのもたくさんの皆さん、あの妄想を膨らましていただくとですね、もしかしたら実現するかもしれないですし、この旅人とね、お兄ちゃん、そして妹ちゃんとのあのストーリーの展開も今後ね、あの見守っていただけると嬉しいです。パイモンとしても旅人のすぐそばで、あの、ね、一生懸命力に慣れてるのか慣れてないのかなっていうところで、あの皆さんをちょっと笑わせてるなんかポジションにいつつも、こうしっかりと相棒として寄り添っていけるようにこれからも頑張っていきますので、これからもたくさん原神の世界楽しんでください、よろしくお願いします。ということでパイモン役の古賀葵でした。これからもよろしくお願いします。バイバーイ、ありがとうねー。